こんばんは、日常演武です。本日はこちらケッティ系お菓子5品を食べていきたいと思います。アメリカンソフトクッキー、オーツ麦のクッキー、チョコチップとレーザーのチョコチップのミッシュ、同じとしたら、そしてガトーレーズンとオールレーズン、なんかね多いでね、あとチョコレートか。この2つ、ガトーレーズンとオールレーズン、前動画外で食べたことあるんですけど、まだレビューしていなかったので、今日食べてレビューしていきたいと思います。だけどやっぱり食物繊維大事かなっていうことで、まずは私はオーツ麦のクッキーセットから食べていきますね。どんな味なのかな、あちょっと破け方悪かったかもしれない。では代表選手の登場いただきましょうと、こういう風になっていてですね、割り方断面図はこうなってます。結構のままだと崩れちゃうので、早速いただきます。ザク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 という心地よい音が聞こえてきますね。口の中でやっぱりビスケットやクッキーは音も心地よいのが美味しさの一つっていう言い方もどうなのかなと思いますけど、であると自分は思っていますが、あなたはどうですか？とってところどころで来るコリッという食感や、ジュワーッと広がる甘酸っぱさで、さっぱりできるのもいいですね。もっといろいろ食べたくなるけど、今日はとりあえず5種類。もっと探せばいろいろお菓子あるかな。あなたは何かお気に入りのクッキーやビスケットありますか？もしあるなら参考にしたいので、コメント欄で教えてください。このベアマシュマロでもご大歓迎です。ごちそうさまでした。最初に食べたチョコチップオーツ麦クッキーと、最後に食べたレーズンのチョコチップオーツ麦、どちらもクッキーの食感がかなりザクザクとしていて、口の中で噛んだ瞬間に強い音が響いてきました。やはりレーズンが入っていることもあるのか、レーズンのチョコチップの方が味の主張は強かったですね。チョコチップは甘さ控えめで、そこまで強く前には出てこなかったので、甘さを感じたい場合はレーズンのじゅわっとした甘酸っぱさも感じられる、このチョコチップが完全に香ばしさを求める場合はチョコチップがいいですね。次に食べたこちらのガトーレーズン、ラム酒入れということまで口の中でじゅわっとラム酒の香りが広がってきました。もちろん酔うほどではないのですが、少し好みが分かれるかな。レーズンのじゅわっとした甘み、甘酸っぱさは好きなのですが、ラム酒は正直自分は苦手ではないですが、得意でもないので、どっちなんだろうっていう部分ではありますね。外側のクッキーはしっとり系でスッと歯が入っていくのですが、まあ、もちろん小さいお子様に食べさせるのはちょっとラム酒の関係から難しいので、しっとりとしたクッキーが好きな大人向けのお菓子と言えるでしょう。その次、こちらのアメリカンソフトクッキーは、まあ、食感は不二家のカントリーマームにかなり近いです。しっとりスーッと口の中で溶けていくクッキーになっていて、ところどころでマカダミアナッツのミルクチョコレートのコリコリザクザクとした食感が感じられます。マカダミアナッツ入りのカントリーマーム、ちょっと大きめのカントリーマームと考えると分かりやすいのではないでしょうか。マカダミアナッツコリコリ食感がかなりおすすめしますので、あなたもぜひ食べてみてください。で、最後に食べた、最後じゃないか。こちらのオールレーズンは、今回食べたレーズン商品の中で一番甘酸っぱさが口の中でじわっと広がってきました。外側の生地はクッキーでない、どちらかというとちょっとパイ生地に近い層になっている食感で、スッとハムと少し香ばしい香りとともに、口の中にじわっと甘酸っぱいレーズンって、何層にもなっているクッキーやパイの食感を感じることができて美味しかった。今回食べた中だとレーズンの甘酸っぱさが一番じわっと感じられて自分好みだったので、このオールレーズンを代表としては5点とさせていただきます。カタツムリ、国を守ると思う、カタツムリのような歩みでも国を守ろうとする気持ちを持つのが大事なのかもしれませんね。というわけで、今日はクッキーお菓子5品を食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になった商品ありますか？もしあるのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演武終演。